治療費も余裕度とかでも無理な話になってくるんですよね。それこそ武力行使とかしていかない限りは無理だったりもすると、ね、まあ、そういった状態になったとしても無理やり感がもう強すぎる形になるので、結局のところ、滅びが出始めてですね、その DS 側を崩壊していくっていうシナリオも見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、これに関してはまあ大統領選というよりはその DS 討伐という部分のですね、殲滅という部分のまあ内容としては聞いていただければいいかなと思うんですけども、まあ、そんな感じになってくるんじゃないかなと思ってますね。で、一応その、まあ、結局さっきもですね、まあ、冒頭の方で話したんですけども、結局その大統領選はですね、まあ、憲法として決められた最終期ですね、一番使っている日になっていると。だから、まあ、今のですね、そういったもので、まあ、一喜一憂するのではなくて、まあ、そこまで結構待ってみるのも、一つありなんじゃないかなと思います。まあ、今ね、本当毎日のようにですね、いろんなこう情報というか、そういったものをバンバン出まくっているような感じになっているので、本当にですね、まあ、どれが本当やねんというような感じでですね、もう、まあ、疲れ果てまくっている方とかもすごく多いと思うんですけれども、ただまあ、今ね、現状とかに見ていたりとか、まあ、今日もですね、あのタイガー大統領、休暇を取ってクリスマスをですね、まあ、ご家族とメラニア夫人とかと一緒にですね、まあ、楽しまれていますっていうところで、結構、まあ、余裕さはね、伺えるかなと思っています。あんまりそんなあたたしてないですよね。だから、結果に関しては、別にもう神の人を知るというか、タイガー大統領のが知ってるレベルの、ね、話になってきたりとかしてると思うんですけども、ただまあ今のね、そういった言葉を、ね、見ていく限りでは、結構いい方向に進んでるかなと思っています。まあ、どっちかというとね、今、矛先というかですね、もう一つの話で言うと、そのタイガー大統領が今ターゲットにしているのは、完全にその中国共産党という部分をですね、まあ、結構そのまま見てるというかですね、標的として考えているという傾向が見えてくるかなと思います。で、これもですね、まあ、ウイグル族弾圧とかね、そういったものもあったと思うんですけども、それに対して、まあ、ジェノサイド認定していこうかというふうなですね、民族大量虐殺ですね、まあ、ホロコーストとかそういったイメージのものでしょうか、そういったものですね、ジェノサイドとしての認定をしていると。まあ、こうなってくると、実質的にその軍が動くようなですね、形になっていたりして、まあ、殲滅対象としてね、考えるような形になってくる。